福田富明福田富明は、日本の実業家、アマチュアスポーツとプロスポーツの組織者、国際レスリング連盟副会長、公益財団法人日本オリンピック委員会副会長を経て、現在名誉委員及び2020年、東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会評議員、文部科学省五輪対策チーム実行委員長、 美しい日本の憲法を作る国民の会、代表発起人。雑誌出版、不動産中介業の日本メディアミックス取締役。株式会社、ドンキホーテホールディングス社外取締役。日本オリンピック委員会副会長として、旧武田宮家の武田恒和同委員会,会会長を補佐している。北京オリンピック、日本選手団長。アテネオリンピック、日本選手団総監督。 かつてユニマット代表取締役社長であり、多数のレスリング選手を社員として雇った、アマチュアレスリング世界選手権優勝者、フェニックスビジネス元代表取締役、UH i イシステムズ元代表取締役、御用インテックス株式会社元代表取締役会長、雑誌、皇室を全国各地の神社に自家販売する、 日本メディアミックス社元代表取締役、富山県滑川市出身、富山県立滑川高等学校、日本大学経済学部卒業。1963年の全日本選手権でフリーバンタム級3位となり、1965年には同選手権と共に世界選手権で優勝した。引退後は日本レスリング協会の役員を務め、 1980年代には女子レスリングの強化に努める。柔道家だった大島和子にレスリングの指導を行い、その後は全日本女子プロレスと協力関係を結んだり、男子大会でエキシビションを組むなどして普及活動を展開。1987年に全日本女子レスリング連盟を発足して、理事長に就任。1991年には資材を投じて、 合宿所を建てるなど、その功績から女子レスリングの父と呼ばれている。一方、ロス五輪ではレスリング監督を務め、北京五輪ではオリンピック選手団団長を務めた。八大一郎最後の弟子とも言われ、日本レスリング伝統の八太イズム継承者である。日本レスリング協会会長、JOC 副会長を経て、現在、名誉委員、選手強化本部本部長、 味の素ナショナルトレーニングセンター長も務める。2014年まで国際レスリング連盟の理事、副会長を務めていたが、人気満了に伴って退任、今後は名誉副会長を務めることになった。また、ユニマット社長を務めるなど経営者でもある。2015年レスリング世界選手権に出場した日本男子選手団は、 メダルは愚か翌年のリオデジャネイロオリンピックの出場権を獲得できない不審に終わり、その責任を取り回る狩りになった。福田は北京オリンピック日本選手団長を務めた。野球日本代表は、それまで五輪でもワールドベースボールクラシックでも、好成績を収めていたが、しかし北京オリンピック野球日本代表、打撃コーチ、田淵光一は、 極めて全評判が高かったものの、野球が開催される最後の五輪で実際には4位という屈辱に甘んじた。同年8月24日の選手団、総括記者会見では、星野監督率いる野球日本代表を名指しで批判し、強い選手を逸話直前に集めて、ちょっと練習すれば勝てるなんて甘いものではないんですよと、切り捨てた。また、 陸上競技男女マラソンの代表選手の故障による出場自体、欠場問題における日本陸連の対応、措置に関して不満を示した。ありがとうございます。